ットさんは恥ずかしがり屋。挨拶されてもうつむいたまま帽子をちょこっと持ち上げるだけ。ある日いつものカフェで飲んだコーヒーがあまりにも美味しくて、ちょこっとさんは立ち上がりました。どうです、いつもより美味しいでしょう。実はちょこっと考えたんです。コーヒー豆を水できれいに洗ったらきっと今より美味しくなるぞって。ある日いつもの帰り道、花があまりにも見事なのでちょこっとさんは立ち止まりました。どうです、たくさん咲いたでしょ。実はちょこっと考えたんです。全部のつぼみに日が当たればたくさんの花が咲くだろうって。ちょこっとさんはちょこっと挑戦することにしました。挨拶されたら帽子を持ち上げ、ちょこっと笑ってみることにしました。次の日はちょこっと声を出して自分から挨拶をしてみました。さらに次の日はもうちょこっと大きな声を出してみました。皆さんおはようございます。ちょこっとさんは顔を上げて嬉しそうに言いました。ちょこっと勇気を出してよかった。